お目覚めですか、騎士。まだ寝ぼけているのですか。騎士の寝顔、とても可愛らしかったですよ。もしや、今のあなたは私のことがわからないのですか。なるほど。このような現象がとても面白いですね。どうやら騎士、ここには私とあなたしかいない様子ですね。その私たちの知り合いがという意味です。騎士のお仲間がここに紛れ込んでくる可能性も今はないようですね。一体どのような存在がどういった意図でここを用意したかは分かりませんが、普段は眠りについている私の深層意識にまでは介入しきれなかったようですね。危害を加える目的で騎士を巻き添えにしたのなら厳重なる処罰を加えなくてはなりませんが、この程度の戯れならば目くじらを立てることもないでしょう。いえ、むしろこれは私の望みを叶える好機、騎士との思い出を作るための絶好の機会かもしれませんね。騎士、あなたを私の個人的な友人と見込んでお願いがあります。私と今からおままごとをしてください。ええ、騎士の紹介してくれた小さなお知り合い、ミミやミソギや教科から教わったのです。いかがでしょうか。感謝いたします。では早速騎士の家に、いえ、その前に商店街という場所に行きましょう。夫婦で買い物デートですね。ええ、男女の連れ合いの最も一般的な関係性を夫婦と呼称するのでしょう。ままごととはいえ皆様のルールを逸脱するわけにはいきませんから。まあ失礼しました。そうですね。ではここでは人間風に、私はバラキエルと申します。気兼ねなくエルと呼び捨ててください。はい、あなた。さて、それではまずは夕食のためのお買い物ですね。ジオテオゴニアでしたら食べられる泥団子や花もすぐに見繕うことができるのですが、こちらではそうもいかないでしょうから。騎士は料理は得意ですか。それは楽しみですね。それはもう夫婦でデートですから。もう少し理由を言えば、今でしたら騎士を思うペコリーヌ姫たちに見とがめられることもありませんし、それにこうして地に足をつけて長く歩くのはそうないことです。もし転んでしまってこれから買う食材を台無しにしてはもったいないですものね。はい、この機会にぜひ鍋物という料理を食してみたいのです。大きな鍋一つに様々な食材を入れ、皆で和気あいあいと分かち合う、まさに家族団らんの体現ではありませんか。八百屋、こちらの野菜専門店ですね。白菜と長ネギ、人参、他には何が必要でしょうか。お、そこの姉ちゃん、今夜は鍋かい。そんならキノコを入れ忘れちゃいけねえぜ。えのきにしいたけ、鍋にぶち込みは旨味たっぷりってもんだからよ。お上手ですね。それではそちらをくださいませ。へい、毎度。
か。姉ちゃん、信じられないくらい美人だな。こんな美人さん初めて見たよ。おまけだ、持ってきな。もう、ありがとうございます。今度もおまけするからさ、また来てくれよ。二人で食べきるには少し多いかもしれませんが、お野菜はこれで揃いましたね。次はお肉屋さんですね。ごめんください。いらっしゃい。なんという美しいお客様。当店を選んでいただき光栄です。鶏肉、豚肉、牛肉、何でも言ってください。出血サービスしますから。何やらもう大荷物になってしまいましたが、次はお豆腐と油揚げを。あらあら、まあまあ、こんな綺麗な外国のお嬢さんに食べてもらえるなんてね。食べたいものをみんな持ってっていいわよ。ねえ、あの買い物中のお姉さん、ルックスやばくない？モデルさんかな？うわ、顔ちっさ、足長、腰細、胸でっか。しかもリアル金髪、スペック違いすぎだよ。ママ、すっごい綺麗な女優さんがいるよ。写真撮っていいかな？ダメに決まってるでしょ、この子ったら。でも本当に綺麗な人ね。オーラが出てるっていうか。むしろ神々しいって感じじゃないかい？ご利益ありそうだし、ちょっと拝ませてもらおうかしらね。そのようですね。致し方ありません。皆様、お下がりを。まあまあ、私ったら買い物の邪魔しちゃ悪いわね。うるさくしてごめんなさい。失礼します。参りましょう、騎士。いいえ、騎士との買い物はとても楽しい時間でしたが、私の不慣れなせいで無用な騒ぎを起こしてしまったようです。おままごととは難しいものですね。そうですね。そうできたら良いのですが、残念ながらそのための十分な時間はないのかもしれません。この楽しい夢もあまり長くは続かないようですし、あちらでも騎士がさらなる旅に出れば、今ほど気軽に言葉を交わすこともできなくなるでしょう。それに何より、たとえどれほど心を通わせることができても、私とあなたは違う世界の住人なのですから。ええ、そうでしたね。上妙たちの人生を見守るべき身で、人の子の友を得るなど望むべくもないと、そう諦めていましたが、今の私にはあなたがいる。この夢のような時がいずれ覚めて終わるものだとしても、永遠に消えない思い出を刻み込みましょう。一瞬一瞬を大切にして。もちろん夢はいずれ覚めて終わります。ですが今はもう少しだけこの時間を続けさせていただきたくて、わずかな間だけ延長させてもらうことにしました。さ、騎士、今度はあなたが私に捕まるのですよ。時間もありませんし、急いであなたの家に向かっておままごとの続きをしましょう。それにクローチェから聞いていますよ、空中散歩とても楽しかったと。さあ急ぎましょう、あなた。